香川県坂出市にやってきた坂口ナビゲーター。今回はアートと絶景スポットを巡ります。こちら三味島の中安田浜です。ここからは瀬戸大橋がきれいに見えることができるので、とても人気のスポットなんですが、実は島といっても1967年に埋め立てされて車で来ることができて、とても人気のスポットになっています。こちら東山海瀬戸内美術館はカフェからの眺めがとっても素晴らしいので行ってみましょう。こちらのお菓子は今年瀬戸大橋開通30周年記念で作られた、こちら東山海瀬戸内美術館の限定のお菓子なんです。いただきます。ちょうどこのカフェから見える景色をここにお菓子の中に作った感じですね。とっても美味しいです。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。